はい、こんにちは、稲葉です。今回は iPhone。iPhone のアクセシビリティです。iPhone のアクセシビリティってたくさんありますけど、多分その中では一番使われてると思われるものを紹介します。はい、私の iPhone では背面ですね。背面を2回タップしてカメラ、3回タップしてピーピーが使えるようにしてます。はい、これをお伝えします。はい、はい、では始めます。まずはショートカットかピーピーが開くようにします。 ここのプラスですね。はい、はい、ここにですね、何でもいいから名前をつけます。PayPay でですね、PayPay と。はい、で、こちら。はい、スクリプチングというのがあります。ここをタップしてください。はい、アプリを開く。ここが開きたいアプリを選択します。PayPay やりますか。あ、ありました。はい、これですね。はい。これで完了。ここで終わりまして、はい、次はですね、設定かアクセシビリティに行きます。これですね、はい。ここにタッチっていうのがあると思うので、はい、ありました。タッチ。はい。一番下に行ってください。はい。背面タッチというのがあります。はい。ダブルタップとトリプルタップというのがありますね。で、まずトリプルタップでやりたいことを選択します。先ほど作ったペイペイありますか？これ、ありました。ここか。はい、OK。ここではダブルタップでカメラ、トリプルタップでペイペイになってます。はい、では、はい、ダブルタップいってます。ですね。はい、トリプルタップしました。はい、今紹介したのは特に、障害を持っている人も関係なく使えたりする便利な機能ですね。で、アクセシビリティというのは、そういう障害があるないに関係なく、誰でも便利に使えるものだと思ってます。で、この背面タップは地味に便利です。何か買い物するときにペイペイやアタックだってパッパッパッとだって出るので、はい、ぜひ設定してみてください。ただ、もうほとんどの人が設定言ってることですけども、まあ、取り上げてみました。はい。では、これで終わります。お疲れ様でした。はい。では、また。